それではいよいよロケットストーブ初めて点火をしてみます。ぶっつけ本番といいますか、これヒートライザーは K カルバンのアングルで筒にして、中に15リッターの K、なんでパワーライトを詰めてます。でこれちょっと特徴は、この気を入れるところに長い筒にしまして、でこっちのあの本当のヒートライザーと同じぐらいの高さになってますが、両方煙突効果が得られると困るんで、こっち側は蓋ができるようにしてます。こっちの方から空気を吸い込まないように、で空気の吸い込み口はこの下の方に作ってまして、ここに開閉式の吸い込み口を作りました。これはまあ一つのアイデアです。これはうまくいくかどうかまだ一度もやってない状態で撮影してます。でここに、材木、端材ですね、これを適当に入れまして、まあちょっと細めのやつも、結構ぎっちりと入りました。でこれは蓋をします。でこっちから、点火します。点火はガスバーナーで、まあこれで点火しまして、まあまだそんなに火はついてないですね。もう少しやろうか。まあ、吸い込んでるようです。出口の方からは、まあ、煙が出てます。で、こっちの方から、空気は吸い込んでます。で、これをちょっと絞ってみます。あまり開けておくと良くないと思うんです。なぜかというと、自動車のキャブレターっていうんですか、アイドリングの時にできるだけ絞らないとエンストしてしまうというような話もあるように、模型のエンジンでも、ニードルバルブ絞らないと最高回転に達しないと、皮膚希望効果といいますか、空気の取り入れ口がある程度狭くないと空気の速さ確保できないので、わざわざ狭くしてみようと。しかしこれまだちゃんと火がついてないようで、もうちょっとちゃんと火をつけてから出ないと。これでゴーッという音とともに、吸い込んでおります。これをできるだけ絞って、
絞ることによって、流速、空気の流れが速くなるという効果が期待できます。この音が聞こえますでしょうか。もうかなり絞りました。こう絞ることによって空気の流れが速くなります。で、音がしてます。ボーッと。そして、上の方ですが、まあ、こういう状態ですかね。こう、中炎が二次燃焼というんでしょうか、出てまして、まあ、ほとんどすすの出ない状態。煙はまあ多少出てますかね。今ちょっと安定してきたんで、今の状態でまあほとんど煙は出てないです。約30度ぐらいスリットを開けてまして、こんな置き火ができてまして、結構安定して燃焼してます。上の方からは煙らしきものがほとんどと言っていいほど出ておりません。中をここから覗いてみるとこんな感じで炎が結構激しく燃えております。まあほぼ煙が出ていない状態で、まあ少しは出てますが、安定して燃えるんで、まあ大体この106ミリぐらいの煙突のであれば、まあ空気口はあの程度の大きさでいいんではないかと。でこっち側からどんどん、蓋してありますので、こっちが燃えることはなく、燃料が補給されていって下の方置き火になってますから、安定して燃えてます。もうほぼ10分ぐらいずっと燃えてますが、特に煙が出ることなく、こういう感じの炎がずっと続いてます。結構長い間テストしてますが、結局通気口の開け具合は90度ぐらいですかね。この90度弱ぐらいがちょうどいい感じがします。下の方置き火がたくさんできて、上の方にこうずっと積熱してますが、この辺に詰まってる、木材が自重で落ちていく、恒常的に燃えるような形になっています。で、炎の具合はまあ大体こんなぐらいの、まあまあ、を真上から見てもちょろちょろ火が出てる感じで、しかもあのすすはほとんどないので。煙いことはありません。この缶の中、缶の蓋取ってみたらどんな感じになってるかというと、ちょっと手袋はめて、こんな感じになってます。木が蓋開けるとね、空気が
急に火が出てきますが、こっちまた上の方からどんどん火をくべていけば自重でこれまた自然に落ちていきますんで、これ以上入らんか。で、これは蓋しておく、置いた方が、出ないと今もうこっちの方も空気が供給されすぎて思いっきり火が出てきました。まあここ蓋しとけば、下の通気口からしか空気入りませんので、火力の調節ができます。これでまあ恒常的に、まあ、一旦燃料満タンにすれば20分30分はメンテナンスしなくても、まあ慣れれば1時間ぐらい放っといてもいけるんではないかと。で、結構実用化、今ガサッと音がしましたが、多分薪が下の方に落ちたような音です。あまり詰め込むと途中で詰まってしまうので、時々引っかき回してやらないといけないですね。まあそんなとこで結構実用化できそうです。そんなわけで結構長い間テストしてますが、これ下の方置き火が溜まってくると非常に安定してきます。時々こうやってドライバーかなんかで、その先の燃えたところを潰してやらないと自重で薪が落ちてくるのがなかなか落ちてこないので、時々炭の状態になってるやつを追ってやらないといけないですから。しかしもうこのように燃焼部分が赤熱して、置き火が安定して出来上がると、でここだいたい30度ですかね、30度ぐらい開けとけば十分燃焼しますね。で、だいたい火はこんな感じで安定してます。上から覗いて、まあ、こんな感じの火が出てまして、全く煙くないです。全然すすなんか出てないっていうか、全く煙くなく、まあ完全燃焼とまではいかないかもしれんけど、全然このまま室内で燃やしても問題ないぐらい綺麗に燃焼してます。でこっちの筒の先、蓋がしてありますが、ここから燃料供給所、今開けた瞬間煙が出ましたが、出た瞬間また引いていった。で、ここに材木を、この釘出てますが、適当にこう放り込んでやれば、あとは自然に落下していくと。そんな感じですね。これいっぱいで1時間程度持つんでしょうかね。今ここ開けたから、もうこっち側から思いっきり火が出ましたね。空気が多すぎるみたいで。で、ここまた蓋すれば火力がシュッと下がって適正な火力になります。で、まあちょっと火がちょっと下火になって。でもまあ燃焼は完全に燃焼してるんで、まあゆっくりと燃焼する感じですね。まあここの屈球機構の角度30度ぐらいでしょうか。これで十分、恒常的に安定した火が出る感じです。
今ガサッと音がしました。上から木材が落ちていったような音ですね。はい、実用化できそうです。